今年わらび取りに結構来てたとこです。なんか田んぼ仕事でしばらく来ないうちに、まあ、すごい草が生えちゃったんだけど、まあ、またちょっとなんか出てるみたいなんで取りに来てみました。YouTube 見たら、人気チャンネルのクーネルさんが、わらびの取り方とかなんかそういったのについて解説されてたんで、ちょっと真似してみようかなと。なんかこうね、優しく撮ってる感じがあったんで、ちょっとなんでそんな優しく撮ってんのかなと思ったら、こう柔らかさ調べてたんですよね。知らんかった。もともともう何十年もこんな田舎に住んでんだけど、山菜採りなんてここ数年始めたばっかりなんでね、ほとんどなんかそういったこと知らなかったんですけど、こういったやつですね。なんかこんな風にぐーっとやって、まあこういう上から反対の手ですけど、で今結構もう硬いんですよ。でこうやってスーッとくると、なんかこういいところでこうポキンと折れるということで、これがなんかすごいこういいんだそうです。うん、まあ確かにそう言われればそうかもしれない。下の方硬いんで、上の方こうスーッとなぜるようにやってくると、そうすると結構なんかこう柔らかいところがあって、そこでポチンとこう折れやすいところで折れるんですよね。結構出てますね。もうだいぶ細いですけど、もう細いけど、まあこんなやつもこういう感じで、柔らかいですね。ここ硬い。これちょっと全体的に硬いな。こういう感じですかね。ここら辺から柔らかい。もう結構ね、もう虫がついちゃったりなんかしてるのがあるんで、味はどうなんでしょうかというところです。毎日1キロずつぐらいは楽に取れるようなところだったんですけどね。ちょっともう万歳してるようなの取っちゃいましたね。よいしょと。これどうでしょうか。これはどうだ。取る時の手はこうの方がいいのかな。こうこんな感じ。クーネルさんとか上からこうぐーっといってるんですけど、どういうわけだかね、自分は下の方からこう稲刈りする時の手みたいになってますね。はいよ。柔らかいです、今日はこれ取ってちょっと行こうかなと思います。なんかこれで結構また1キロぐらいにはなるかもしれないですね。こんな感じです。もうわからないと思いますけど、結構ねここら辺もう笹だらけになっちゃって、この前ちまき作ったんで、この若い笹が結構ね、ちまき作るのにいいらしくて、それこの前採取してちまき作りました。Thank you.
肺につけましたかね。柔らかなったか柔らかいかどうか見てみます。ああなんか結構柔らかくていいですね。取った時は硬かったかなと思ったんだけど、結構柔らかくなってます。うん、これ結構いいのができるかも。じゃあこれ捨てて真水の方に移し替えます。はい、真水と入れ替えました。なんかちょっと変な色のもあるけど、これはどうしたんだろう。うん、まあこんなもんで、ふ抜きしたこんな色になってます。これ割ともう柔らかい。でこれはまだこのままアク抜きをしていたわらびです。これとこの長芋を使ってやってみたいと思います。できました。で、わらびを刻んでこの中に入れます。朝やったけどもうこんな感じで完全にアク抜けてますね。そうめんのつゆ入れます。完成です。味は薄い。もうちょっと醤油入れようか。うん、塩味でもいいけど、サラダドレッシングでもいいな。サラダドレッシング入れんの？
味が薄いっていうから、もうちょっとじゃあそうめんのつゆ入れてみた。じゃあ青いやつで。キッチンドランカー。うまい。いつもこのここの部分嫌だからあれなんだけど、取ってるんだけど、今回はよく揉んで先の食感の悪いところを落としました。うん、こうすると食感は悪くないけど、まだちょっとあれだな、ボツボツが。うん、こっちは酢にしたんだけど、こっちは浅漬けの素で、あんまり色は変わんないですね。まあまあ美味しい。これをちょっと短くめ、うん、後ろのこう最初は前の方目ね、うん、それでこの後ろけたの後ろをやって、うん、こうして前に持ってきて、今度はこの前の紐のガンを後ろとやって、これも後ろでこうぶざまになって、こうしてこれがピンとなってるから、これでこう引っ張って形よくする。できたじゃないの。ほらほらほら、これでいいんだもんね。これでいいんだ。ね、覚えた。よかった。こんなつまきできる。うん。